タボーラ州はタンザニア中部の州の一つである。カタカナ天気ではタボラ州とも表記する。州とはタボラである。タンザニア国内におけるタボーラ州の位置。タボーラ州は北にシニャンガ州、北西にキゴマ州、南西にルクワ州、南に,南にムベヤ州、東にシンギダ州と接している。かつてはタンガニーカ湖岸まで州域だったものの、 ルクワ州が新設されたため、完全な内陸州になり、面積は76,151平方キロメートルに変わった。タボーラ州はタンザニアにおける鉄道交通の要衝である。まず、州内には、インド洋岸のショートであるダルエスサラームと、タンガニーカ湖岸で、湖内国際航路の港町であるキゴマとを結ぶ、鉄道路線の中央線が通っている。この中央線は、 州都のタボラも通っており、タボラからはビクトリア湖岸のムワンザまで続く鉄道路線が分岐している。また、州内の町の一つであるカリュアにも中央線は通っており、カリュアからは南西方向へルクワ州のムパンダまでの鉄道路線が分岐している。このため、タボラ駅とカリュア駅は中央線内でも主要な駅として数えられている。これ以外にタボラには 空港も設置されている。2002年時点でのタボーラ州の州都であるタボラの推計人口は約12.7万人であった。これに対してタボーラ州全体の2002年時点における人口は171万7908人であった。ABC、プロジェクションズ・プロビンシャルズ・リアジャスティーズ・ユナイテッド・リパブリック・オブ・タンザニア うん .org, Department of Peacekeeping Operations 2021年8月6日、閲覧。Railways Network, Tanzania Railways Limited 2016年3月7日、閲覧。二宮書店編集部、Data Book of the World P290 二宮書店2012年1月10日、発行 ISBN 978から4から817603586。 ありがとうございます。